ヒデさん、こんにちは。YouTube でいつも動画を見ています。絵がうまく描けず、諦めかけていたのですが、ヒデさんの動画を見て練習していくうちに、絵を描くのが楽しくなってきました。メガネをかけたキャラクターを描けるようになりたいのですが、何かコツありますか？角度が変わると、メガネが浮いて見えたり、平面的に見えたりしてしまいます。教えていただけますか？というご質問ですね。メガネの描き方。ということですね。わかりました。じゃあちょっとこれを見ていきましょうか。メガネはね、でもまず形状を考えてみましょうか。メガネのね、メガネはこうなってるんですね。こうなのでね、これこうでしょ。横から見たらこうね、上から見たらこう。ちょっとだけやっぱ顔の輪郭にね、揃えてカーブをしてるんですね。メガネはね、横から見たときは別に普通か。だいたいこれはでも違うか。フレームによって違うもんな。まあまあまあ、こんな感じらしいの。まあちょっと書いていきましょうか。ね、これをまずは皆さんいつも言うようにですね、単純な形で考えましょうと。ね、いうことですね。四角ですね。で、真ん中。真ん中っぽいところ。これはフレームの形状によりけりなんで、そこは自分で好きな形状のフレームを見つけて描いてほしいんですけど。で、ここに真ん中のブリッジがあって、こんな感じですかね。ね、上から見たら、若干カーブしている。若干、これちょっと極端にカーブさせすぎじゃん。ここにあれか、鼻掛けがついてるんですね。まあ、それは、あったりなかったりするからね、デザインとして。で、この真ん中のところに、おそらく、ものによってね、デザインがあれですけど、こうなって、こうなって、こうなってんだね。で、ここに、こういう風に、鼻にかけるやつがついてて。で、こっち側に、ね、耳にかけるやつがついていると。まあ、大体こういう感じ。で、横から見たときは、そうね。これは、多分、形状にもよりけりだとは思うんですけど、なんで僕がこんなにしつこく、ものによるっていうかっていうと、特に初心者の人って、一個こうだって思っちゃうと、それに固執しちゃう可能性があるんで、そこを臨機応変にね、考えてもらいたいので、それはものによりけりだよっていう話をね、しとかないと、いや、こう書いてたから、これだ、これが正しくて、これ以外は間違いだっていうさ、思い込みにされちゃうと困るんでね。なので、うん、しつこく、それは物によりけりですよっていう話はするんですよ。必ず正解があるわけじゃなくて、そういうルートもあるっていう話なんでね。その、山登りするときにさ、ルートっていくつもあるでしょ？そういうことなんですよね。こうかな。もうちょっと長い。まあ、ここは、ね、顔のあれに合わせて長さを変えてもらう。で、こういう風にカーブしてるので、若干ちょっと見えてるぐらいでいいんですけど、まあこんな感じ。ということですね。はい。基本この三面像をまず理解しましょうっていうことですね。ではですけど、まあ単純な形で捉えようって言ったら、まずこの四角。ね、基本の形ですよね。なので、まあまあまあ、この形をまずは自由に描けるようになるってことが大事なんじゃないでしょうか。とりあえずね、練習のステップとしてね。っていうことなので、まあつまりこれをいろんなアングルで描いてみると。まあこっちはこれだけでいいかな。ね。これが、もうちょっとこっちになるのか。こうか。これだとパースが揃ってないですね。こうか。こういう時は、ね。うん、なんかパースが揃いにくい。四角い箱をやっぱ描いた方がいいや。ね、この箱ね。箱で、まず描いちゃおう。そして、これに合わせて、ここ、ここ。まず、最初は、こうやってね、簡単な線だけで考えましょう。ここ、ここ、ここ、ここ。ね。これで十分。最初はね、どっか、ね、この左右がね、ちゃんと揃うっていうことが大事なんで、ここは揃えてあげてください。まあ何にせよ、やっぱこの箱がね、最初難しい
のかな、初心者の方には。真ん中だいたいね。でこういうとブリッジがあって、こここの感じね。まずはもうちょっとだから、ここ、うん、余裕があればこういう軌道になるっていうのは入れてあげるといいですけどね。まあ何パターンか書いてみてくださいな。で真ん中、こういうカーブはまあ意識してあげる、余裕があるんだったら意識してあげるといいと思いますけど、まあ最初はいいですよね。でこれ謎のじゃないか、耳かけ、うん、全然謎でもなんでもないです。まあまあまずこんな感じで立体を把握するということですね。煽りん時も一緒ですけど、まずこの箱を書いてね、真ん中でブリッジで、デザインは自分で好きなようにしてください。今分かりやすくこういうね、オーソドックスな四角いので書いてますけど、でここにこういう耳掛けがあると。これだとちょっと厚すぎるか、厚みがもっとこんぐらいか、こんぐらいだったね、こんぐらいにしよう、こうか、そうするとこれが長すぎると、もうちょっとこんぐらい、こういうね流れで、でだいたい真ん中ブリッジ、でここに合わせてこうか、まあまあこんな感じで、パースがきつくても一緒ですね。レンズ、ここにブリッジ、こんぐらいにしとこうか、うん、でここに、これだと短いな、これが、まあいっか、おお、だいぶ近いですね、厚みがないレンズに、うん、なるほど、レンズに厚みをつける、うん、こうかね、こんな感じで、だいたいこの四角の中にね入りますよっていうのを理解していただいたら、これがまあまずメガネを理解するってことですね。メガネってこの目のこの骨でいうところのこういうくぼみがあると思うんですけど、大体これに合わせてメガネってできてると思うんでね、大体皆さんメガネのフレーム、うん、こう広がるのかな、メガネって顔の幅よりちょっとフレームってどうすかね、同じぐらい、ちょっと狭いぐらいかな、どうかわかんないんですけど、そこは人によって頭の大きさとメガネのフレームの幅でね関係は変わってくるんで、まあ輪郭より違うだと思うんだけどな、メガネだから若干このツルがこういう風に見えるんですかね、うん、まあ基本こうだよね。でこれ上から見た時どうかっていうと、これに合わせて考えると、だからつまりどういうことかっていうと、目のカーブに合わせてこういう風に若干カーブしてるわけでしょ。で、ここの、このね、出っ張り、この出っ張りっていうのが、だからもうちょっと大きかったか。こう、まっすぐってことはないと思うんですよね。若干カーブしてるはずなんで、もっと小さい、例えばこういう丸メガネだったらさ、丸メガネでこんぐらいしかフレームの幅がない場合だったら、当然こういうカーブになるわけでしょ。ね、逆に、ね、こういう、でかいデカサングラスみたいなやつあるじゃないですか、だったらこういう感じで耳にかかるですが、まあその辺は臨機応変に対応していただきたい。ここから見たらどうなるかっていうと、ここお目目、だいたい目の弱この辺ですよね、メガネのあれって、そうだよね、こんな感じで、さっきも言ったけど、カーブしてるんで、若干だけカーブさせてあげて、ね、もらうと、目が、ね、横から見ると隠れちゃうのかな、若干。こんな感じ。ね。こ
これで3つ三面図ができましたね。じゃあこれに当てはめて立体として描いてみましょうっていうお話ですよね。この横からの表現って実はアニメ業界でいろいろあるんですけど、これがね僕があんま好きじゃない表現の一つとしてね、よく漫画とかアニメの表現でこういう顔の時にメガネかけるキャラクターがさ、なぜかこういう風にさね、メガネかける人いるじゃないですかね。このメガネのかけ方っていうか表現ってでもしょうがなくって、リアルに考えるとやっぱね目隠れちゃうんすよね、横顔の時にね。これもう一つのこのパターンとして、アニメでよくあるパターンとしてね、メガネの部分はリアルに横向き描くけど、面とこのこのつる、このつるの部分をこうやって切って面とこだけ透かして見せると、そういう目はね必ず見せるみたいな感じのね、表現になるんですよね、漫画とかアニメとかだと。これがね僕はあんまりなんていうの、やりにくいって。まあなのでリアルに考えるとおかしな表現なんですけど、どうしても目優先になっちゃうんでしょうね、きっと。まあリアルであればいいってもんじゃないんでね、そこは皆さん工夫して考えてみてくださいということなんですけどね。でいろんな角度ね描いてみましょうか。まず顔の向きがあるでしょ。だ基本これですよね、正面から見た時に 目を覆うようにね乗っていると。まあここに若干隙間ができるので、ここの目を覆うには覆うんですけど、ここのねさっき描いたこの立体のちょっと上にねこういうシールドを乗せてあげるっていうことですよね。まあ基本これですかね。そしてここに鼻の立体が来ると。なのでまずは単純な形で考えて立体をね描いてみてほしいんですよね。こういう顔の人がいたとして、まあ練習なんでね。でこの上にメガネがちょっと浮いて乗っていると。そしてこれを引っ張ってあげる。引っ張った時に耳にかかりづらいんだったらもう耳の位置を思い切って調整しちゃいましょうか。なんつってちょっとズルですけど、こういう立体に合わせてメガネを描いてみると、いくつかこれに合わせてこの回り込み、これね、こんな感じ。まずはこの単純な形でね、メガネがと浮いているぐらいな意識でね、こうやってまああわよくばこのねメガネのこういうカーブもちょっとだけね入れてあげるといいかもしれないですね。まあいくつかこうやって書いてみて、自分の立体に対する感覚っていうのを掴んでくださいと。随分ざっくりですけど、まあこういうことだよね。でこれにボールが入ってて、顎がこの辺。まあもうちょい浮かしてもいいか。これだと平面的になりすぎるんで、やっぱこういうカーブは基本考えてあげた方がいいかな、やっぱ。という感じでね。まあこれがわかるようになったら、じゃあ普通の人にね、書いてあげましょう。この線に合わせて描いちゃってもいいのかな、ね、こういう風に四角を描いてメガネ、ね、でこの眉間の台形に合わせればいいのか。なるほどなるほど、ね、顔の向きに合わせてこういう斜めなのかな、だからっていう風に考えると。で反対のつるも一応こっちに出ていると。ちょっとメガネが分厚すぎるか、おしゃれ系のメガネっていうか、
こんぐらいかな、歪んじゃったな、っていう風に書くんですね。向こうの目が若干見えるか見えないかぐらいのね、角度の時目の位置あると。でこれに合わせて目が目が浮いているからこんなもんかな。でここにこれをつけてあげるね。まあこの浮いているっていう、若干浮いて、まあ若干カーブしているから、向こう回り込みいこうかね、っていうお話。この正面っぽい感じにすると、この面か、こういう面になってるのね、こっちに行ったね。このカーブに合わせて、おそらく書いちゃって、もうちょっとこの辺か、だからこの辺でいいのね。うん、これだとちょっと向きが若干あれか、もうちょっとこっちか、これだと花の向きってだいぶ横向いちゃったの、これが不自然なんだ。もうちょい出っ張ってこっちに来てもらわないといけないのね、多分。そういうこと、そういうことなの。でも不自然だよね、やっぱもっとまっすぐにした方がいいか、こういう場合は。もうちょいまっすぐにしちゃおっか、一回まっすぐで描いた方が分かりやすいか。まっすぐね、まっすぐで描きます。こうでしょ、だからね。でこう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 、まあデザインを入れる前にまず四角でね、考えとかないと分からなくなっちゃう。もうちょっとだから出っ張るのか、こっちがもうちょっとね、こういう感じだよね。うん、と悩み悩みやっておりますが、まあまあまあこんな感じなんじゃないですか。まあ結構深めのね、下向きにしたとしてとか、そういうふうに、まあいろんな角度でまずは試して書いてみてくださいっていうお話ですよね。まあまあまあ、これができれば多分どんな角度でも書けるでしょう。よくある普通のね、こんぐらいの角度だったらちょっと浮かせてあげて、こうやって書く、こうやって書くという感じなんで、ここのね、鼻のところに真ん中が来る。ちょっと出っ張りすぎたか、こんぐらい、こんな感じで書いてみてくださいっていうことでいいんすかね。まずこの単純な形でね、捉えてあげてからじゃないと本当わかんなくなっちゃうんでそこら辺はぜひやっていただきたいんですが、メガネ男子を今日はたくさん書いてみましたがということですね。おさらいとして、メガネのね、描きたいものを単純な形で置き換えたときどういう形になるのかっていうのを知りましょうっていう話しましたね。そしてそれに合わせていろんなアングルでね、描いてみましょうって話しましたね。そしてそれにまあディティールを若干乗せてみましょう。そしてそれをじゃあ人の顔に乗せたとき、まずは三面図で考えてみて、で横顔になった時のメガネの表現がどうなるかっていうお話もしましたね。さっきのね、単純に考えたメガネを使ってまず単純な箱の形で考えた人にメガネを乗っけてみましょうっていうお話もしましたね。そして応用編として、じゃあ実際に人に乗せてみましょうという話しましたね。もうちょっと下だったかな、これ、この辺の方が良かったかな。100均とかで売ってる安いメガネでいいんで、買ってきて自分でかけて撮りたいアングルを写真で撮ってやるのが一番いいですよ。うん、それが一番わかりやすいと思います。まあまあということで、こういう意識を持ってメガネを描いてみてください。